10月26日と27日の2日間、坂出市による高齢者訪問が行われました。27日の今日は、神谷町にお住まいの田井道夫さん宅へ、浦田副市長と茨城町が訪問し、長寿をお祝いしました。田井さんは92歳まで自転車に乗って外出されていたそうです。のんき坊主やから何でも気にせん方へ、はい、ちょっと覗せや言われるぐらいもう自分で好きなことしてます。あそこで いろんなお花咲かしてるだけ、うん、咲いてきたらね、やっぱり楽しいです。はい、続いては清張にお住まいの山本澄子さん宅へ訪問し、長寿をお祝いしました。山本さんは昭和3年生まれで、勉強や歩くことが好きと話してくれました。坂出市と坂出市の福祉協議会と議会の方からでございます。ご長寿おめでとうございます。すみません、ありがとうございました。まだまだもう、すいませんな。いやいや、全然大丈夫ですよ。食べることやろ。100歳まで頑張ります。これからも元気に毎日をお過ごしください。